老人ホームになんか入りたくないと親をどのように口説けばいいのか、介護付き有料老人ホームの経営者と施設長にお話を伺ってみました。親ケア .com 介護アドバイザーの横井浩二です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマはこちら、番外編、その道のプロに聞く、施設入居を嫌がる親を介護付き有料老人ホームに入れるにはどうすればよいです。親が在宅で暮らすのが難しくなってきた、施設のお世話になりたい、多くの人が考えることだと思います。でもその肝心の親は施設に入りたくない、ずっと家にいたいと言って拒んでしまう、どうすればいいかと相談いただくことすごく多いです。そうした中でプロの立場としてどのようにすればスムーズ入居できるのかというアドバイスをいただいていきたいと思います。ぜひ最後までお話を聞いてください。最後見てよかったと思う方、高評価ボタン、グッドボタンをお願いします。この親ケア .com 公式チャンネルには他にも介護の役に立つ動画がたくさんアップされています。ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてもう一つ、新しい動画の見落とし見逃しがないようにベルボタン、通知ボタンのチェックもお願いします。それでは早速今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。今回のスペシャルゲストなんですが、シャローム株式会社の代表取締役またぎさんと、そのシャロームの中の介護付き有料老人ホームハレルヤの施設長さん、田村さんにお越しいただきました。いろいろとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のお悩みなんですが、こちらとなります。施設入居を嫌がる認知症の母と、何もしないのに反対する弟に手を焼いている、50代女性からの質問となります。認知症の母は85歳、実家で一人暮らし中、実家から車で30分ぐらいの自宅から週に3回ほど帰省してサポートしている。戸締まりや火の始末、食べ物の管理ができなくなってきており、一人暮らしも限界、施設入居を考えているが母は断固拒否、結婚後離れた場所で暮らす弟は施設はかわいそうというだけで自分では何もしない、今後どうすればよい、でこういった質問内容となります。でこういったものに対して、介護付き有料老人ホームを運営する立場としてどんなアドバイスができるか、お二人のもとにこういう相談が寄せられとしたらどんなアドバイスがしていただけるのかなというところでいろいろお話を伺っていければと思います。その道のプロからの回答ぜひ伺っていければと思うんですが、認知症のねお母さんっていうところがまず一つ、その介護の中でもいろんな施設があるんですけど、我々介護付きの有料老人ホームっていうところももちろん受け入れとしてはできるんですけど、認知症っていうところに、認知症の方の共同生活する介護の場所っていうのはグループホームと言われている場所もあるんですけど、特に認知症状の方が一緒に共同するための場所なので、すごくそういったところも適している場所かなっていうところも一つの選択肢であると思いますし、あとその家族さんの弟さんが介護に対して協力的じゃないっていうところも一つ懸念材料といいますか、何かやっぱりこうそのなぜその弟さんはその施設に入れることを何か協力的じゃないのかとか、いろんな考えがあると思うんですけど、やっぱりこう在宅介護の中でも限界といいますか、そういったことがもし顕著に出てるんであれば、やっぱりこう介護の施設にやっぱりその、道を委ねるっていうこともやっぱり大事かなというふうに思いますし、だからこのまず本当に弟さんの方が施設はかわいそうっておっしゃってる、何をもってかわいそうなのかなって、私施設は一番疑問に思うところなんです。施設側としては何てこと言うんだって話ですよね、かわいそうな場所俺たちやってねえよって話ですただそういうね、そういう思いの方もおられる、そのネガティブ、施設イコールネガティブに思われ方にまだ似てるっていうのも多分事実だと思うので、それってどっから来ちゃうもんなんですか。施設の方が自分たちはこんなことやってます、皆さん笑顔ですっていうのを発信すれば解決する問題なのか、あるいは、もっと例えばテレビとかいろんなところが、その施設の中とかに目を向けて、普段の暮らしでこうなるんですよみたいな情報発信をすれば良いことなのか。確かにね、こう大なり小なりメディアのその虐待のイメージとか、介護業界のその 3K と言われるような業界自身のこうネガティブなニュースっていうのは、
どこか潜在意識の中では影響してると正直思うんですね。はい、でただおっしゃるようにそのネガティブの現状がほんならこう介護業界の中でどうやったらそういったこう、まあ虐待事例であったりとかそういうことを本当にこうなくしていけるかっていうことももちろん厚労省も考えたりいろいろ介護事業所としても企業努力してるとは思うんですけど、でも虐待って言いますけども、うんうんうん、私あの昔興味があって調べたことがあるんですよ、はい自宅の中での虐待と、うんまあ、施設などの中での虐待の件数でいうと圧倒的に自宅が多いですね。先の統計として明確にデータが出てるんですよ、はいはいはい、そして自宅での統計で表に出てきてる、うん、虐待が見える化されたものってごく一部だと思うんですよ、うんうん、もうほとんどの場合家族の中でなかったことにされてしまうから、はいはい、でも施設は多くの人がいて、うん、何らかの監視があって、うん、もちろん一部監視の目をくぐり抜けて虐待している人がいるかもしれないけど、うん、ほとんどはバレちゃうと思うんですよ、うん、多かれ少なかね、はいはい、だから割合で言ったら圧倒的に施設の方が安全な環境じゃないかと、虐待されづらい環境じゃないかと思うわけですよ、ね、なぜその自宅での虐待って話は表に出ずに施設ばっかりやりだめに上がってしまうのかなというふうに思うんですよね。別に家族が悪意を持って虐待してるってわけじゃないんだけど、うんねはい、やっぱり目の前で言うことを聞かない、うん、間違ったことばっかりやる親がいたら、うん、カッとなるってところは分からなくはないんですよ、はいはい、そうした中で、うん、本当にお仕事とはいえ折り合いをつけながら、うん、献身的にサポートされてる施設の方が、うん、虐待イメージが強いっていうのは、うん、疑問でしかないんですよね。まあ本当にね、あの氷山の一角のとこをこうメディアでそういうふうにこうね、こう情報としては共有されている背景もあるとは思うんですけど、うん、まあおっしゃるように圧倒的に施設の方がそれは本当に虐待は少ないと思うんですよね。はい、やっぱりこう在宅で身内で、やっぱり身内ならではのその家族背景とか思いとかっていうのはそれぞれあると思うんですけど、やっぱり在宅の中で身内やからこそ感情的にすぐちょっとしたことでも些細なことでも。まあ隣り合ったりなんて話もありますよね、はい、正直、はい。なりやすい背景はすごく、あると思うんですよね、うん、虐待があってお父さん嫌がってるかって別にそうでもなくですね、はいはい、なんとなくそのお母さんが家がいい、うん、家がいいと、うん、お母さんの言うことを叶えてあげることイコール良い介護だというふうに考えているのかなと。ただ自分は介護する気がない、うん、何もする気がない、うん、姉さん頼みますっていうのは、うん、いろんな意味で残念だなと思うんですよ。そうですね、うん、まあ本当にあの、ね、すべてがね、その在宅介護で、そのご両親が望んでるように、その生活できるっていうのが、まあそれ一番がみんなの望みであるのは、これ間違いないんですけど、うん、ただやっぱ介護っていうのは、こう本当に人と人で自分で自立した生活ができなくなって、誰かの助けがないと生活ができない、まあ状態になったことが介護状態だと思うので、やっぱりそのご本人もやっぱりそれを受け止めにくい背景も、分からんでもないんです。やっぱり今まで当たり前に自分でできたことが、うん、何らかのいろんなことの状況によってそれを失われていく、まあ老いの、まあ、プロセスだと思うんですけど、そのこと自身はやっぱ受け止めれない、まあ、ご本人さんもいらっしゃるかも分からないですけど、まあ、そこも、まあ、ちょっとご両親にそういった状況もご理解いただいて、やっぱりそこを支える家族さんは家族さんのこう人生もやっぱあるので、うん、そのご両親の介護のために全てを、何かをこうその時間を集中してそのことに提供できるような、いろんなものがこうそこに整えられている方があればそれを集中することも尊いことだと思うんですけど、うん、みんながみんなそういうことができる状況の方でも決してないので、まあ、そのためにはこう国も、まあ、我々の介護事業所もそう存在があって、やっぱりそういうところに委ねていくことで、まあ、ご両親も実は最初は家で過ごすことが理想であったけど、実は何か施設に入ることで違う自分の新たな価値観に触れてることであったりとか、何か違うことで、あ、何か自分の今までのこう凝り固まってた考え方が違う外の世界に触れることで、あ、こういう人生の送り方もいいなっていうこともゼロじゃない、決してゼロじゃないので、うん、なんかやっぱ我々としてはそういうことに希望を持って関わっていきたいという思いは当然ありますし、うん、はい、だからそこの考え方のこうステージの変化っていうところを、まあ、やっぱりその時その時のタイミングに何か情報を伝えることであったり、ご自身で実際に、施設に見学に行かれることで、なんか思ってた考え方とかメディアからの情報だけの思ってた情報が違う価値観に転換されることもあるんじゃないかなっていうのは思います。はい、介護というのはこう、うん、本当に医療と並んで専門性が高い領域の仕事だと思うんですよ、ね、はいはい、うんうん、素人の方が介護が上手かってそんなはずがないと思うんですよ、うんうん、
もちろん親子で長年暮らしてたから、はい、ある程度の関係性があって話しやすいって間違いがあると思うんだけども、うん、少なくとも技術力が求められる場面では勝ちようがないです、うん、仕事としては あと24時間365日のうち、ん、このお姉さんだけが面倒を見る状態よりは、うん、プロの方が交代で面倒を見ていった方が、うん、やっぱりこうサポートの質というのも高いだろうし、はい、安心感も違うと思うんですよね、はい、そういったところを多分理性的に考えれば分かると思うんですよみんな、うん、ただお、ね、あのこのお母さんですかね、うん、は認知症がすでにある程度進んでいる、うん、もうその判断ができない、はい、弟さんは、うん、まあこれねよく男性がよく起きがちだって私よく言うんですけども、はい、お父さんの介護と比べてお母さんの介護って変なスイッチ入りやすいんですよ男性は特にもうとにかくお母さん大事っていうこうそこだけ急速にマザコンになってて、はいはい、お母さんの願いは全部叶える僕が何とかするって言い出してでも何とかならんこと分かってるとこの弟さんみたいに誰かに何とかさせればいいじゃないかってこの人はお姉さんに向かったけど自分の奥さんを、うん全部この奥さんが介護すればお母さんの問題は解決だみたいな判断をする人もいたりするんですね、うんはい、これがお父さんに対して割と冷静だったりするんですよそこってすごい不思議だなと思いますし女性ってこの男女関係なくお父さんお母さん関係なく、うん、割と冷静なんですよ、うんやっぱりそこは子育てっていうところを密にやったことがあるかないかの違いとかも結構あるのかなとか、ね、やっぱり人一人を守っていくサポートすることの難しさをどちらかというと女性の方が経験されている方が多いので色濃く、はいはい、やっぱり介護って並大抵じゃないよねっていう判断をしやすいのかなって思います、うんうんうんはい、で逆にまあ男性で家族はあるべきとかねもう奥さんも含めて家族じゃないかみたいなことを言う方って、うん自分だけは安全地帯にいるのにって人が結構見受けられて、うん実際そういった方から男性から相談来るとあなたは何をやるんですかみたいな、うん、嫌な返しをしていることもあったりしますね、うんはいうん、やっぱりこう家族だけでやっていける範囲っていうのはおのずと限界があるのかなと思います、うん、さっきの質問の話に戻していきます、うんはい、ステージステージで情報発信をするとか、うん、理解する人を増やしていくという、うん、そういった普段の活動はもちろん大事です、うんうん、でもこの方はすでに、うん、今在宅生活がままならない危ない、うんうん、なるべく早くどっかにお世話にならないと大変なことになるという状況がある、はい、ここから例えば3年かけて情報発信して、うん、なるほどなってなってもだいぶ手遅れになってしまう可能性が高いと思うんですよね、はいはいはいこういった緊急度が高い人に対しては何が効果的でしょうか、うん、例えばこのお母さんを連れて、うんまあ、一泊体験入居みたいなことをすると、うん、あ施設って意外に楽しいところだって気づいてもらえるとか、うん、いろんな方法がありそうな気もするんですが、うんうんうん、実際問題そうしたことって効果ありますかねそうですね、うん、まさに今言われたように、うん、体験入居実際に、まあ、本当にあこんなこともしてもらえるあんなこともできるんやっていうのを知っていただいて、うん、施設の良さであったり、まあ、居心地の良さっていうのも知っていただければ、うん、ちょっとお母さんの気持ちも変わってくるのかなっていうのを実際今までも事例としてはあったのでまずはちょっと一歩出てもらう出てもらうためにどういうふうに来てもらうかっていうのは多分ご家族様のそういう協力も必要だとは思うんですけどもそこはちょっと一度出てもらうっていうところが大切なのかなっていうのは思います、うんこういった、まあ、お母さんが絶対に施設に入りたくないと言っているこうした人に対していや施設に行くんですって連れ出した方がいいのかいや施設じゃないよちょっとお出かけだよって言って連れ出すのもありなのかってそこら辺はどうなんですかね、うんありですよねもちろんそうですねもちろんね伝えるのがベターだとは思うんですけども、うん、多分絶対動いてはくださらないのも事実だとは思うので、うんまあ、ちょっと本当に何かしらの理由をつけて少し出てもらうっていうのはありかなとは思いますね、うんうん、そうでないとこのお母さんだけで暮らしてるタイミングで大きな事故とか事件とか起きかねない状況が今あるわけじゃないですか、うんうんはいはい、だからゆっくり話し合って、うん、半年1年2年かけて理解してもらってる間に大変なことになる恐れもあるわけですよね、うんうん、そうですよね、はいやっぱそういった緊急度高いときは、うんまあ、場合によっては、うんまあ、施設じゃないよっていう連れ出し方も、うんまあ、一つの方便としてありだという理解でいいですかね。そうですね、はいはいうん、じゃあこの弟さん、うんまあ、施設はかわいそうだ、うん、お母さんが家での、うん、暮らしたいというんだったらそれが一番なんだ、うんまあ、それに近いニュアンスの発言をする方って、まあうん、この人に限らずいろいろといると思うんですよ、うんうん、こうした、弟さんみたいな方に対して、うんお姉さんはどんなアプローチをするべきでしょうか。お姉さんにやってもらったら、少しは解決になりそうって何かヒントありますか。
そうですね、やっぱりまあとりあえず一緒に見に行こうっていうふうに言ってもらえるのが一番ありがたいかなとは思うんです、うん、一緒に見に行く、あの施設に一緒に見学に行くってことですか、はい、そうですね、はい、うん、実際見学に来ていただいて、その中でちょっとまあこちらの方からまあそういうふうにちょっと反対されてるってあったりとか、まあ、かわいそうって思う部分があるっていうところをちょっと事前に聞かせていただいてるのであれば、そこをちょっと探りながら、うん、どういうところはそういうふうに弟さん感じてるのかなっていうところをあの聞きながら、でじゃあ実際そこに関してはこういうことですよというご説明もできるとは思うの で実際施設を見てもらうのが本当に早いかなとは思うんです、うん、まあ、その上でかわいそうってなるとまあちょっと難しいかなとは思うんですけども、うん、まあ、そうじゃないっていうね、ある程度施設側としては自信もあるので、うん、そこに関しては本当にぜひ弟さんも連れ出して見に来ていただければ、うん、施設見学に来ていただければいいかなとは思います。その弟さんと一緒って時は必ずしもお母さんは一緒じゃなくてもいい、あのお姉さんと弟さんだけで見学に行くっていうのも受け入れとしては OK ですか？あ、もちろん OK ですね、はいはい、でそこでまあ兄弟としてある程度納得がいった状態でまたお母さんに話を改めてしてみるっていうのも一つのやり方ですよね、うんうん、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。横井のまとめということで私なりの意見をちょっと言わせていただきたいと思うんですけども、これもね、いろんな動画で私お話してることがあるんですけども、病気になりました、うん、本人がまあ病気になったけども病院なんか行きたくないんだ、うん、まあ、こういうケース結構あると思うんですよ。でも家族としていややっぱりこれは病院で見てもらうべきだ、うん、で病院に連れて行きました、治療を受けました、うん、である程度回復しました、うん、これに対して周りの人が文句言うことってないと思うんですよ、うん、家族として正しい判断をしたよねってことじゃないですか、はい、うん、で施設も同じだと思っていて、うん、在宅で暮らすことが危ないとか、うん、あるいは健康上問題があるかもしれない、うん、あるいはその親がすごく大事にしてた家族がとんでもない人生を棒に振るような状況に陥らせてしまうかもしれない、うん、そうした時に施設に相談に行って施設を利用すること、うん、なんでダメなのって話なんですよ、うん、家で暮らすことがリスクになってる状態だったら、うん、リスクを減らしてあげることの方が優先されるべきことじゃないか、うん、でも家族の方の中にも、うん、親が嫌がるのに施設に入れてしまったって、うん、あの泣いてる人も中にいたりします。なんでだよと思うんですよ、うんうん、であるいは周りから施設なんかに入れやがってっていう言い方をする人もいます。これもなんでだよなんですよ。安心安全な環境でプロにサポートして暮らせる、どんな幸せだよって思うわけですよ、うん、だから本当にこうこの動画見ていただいてる方、施設があの全てにおいて100点満点かっていったいろんな条件があります。お金であったりとか、うん、あるいはスタッフの人数であったりとかいろんな条件があるから全ての人が満点をつけれるかどうかっていうと必ずしもそうじゃないかもしれないけど、自宅で暮らしていくことの比較で言ったらある程度の介護必要な方は施設の方がよほどポイントが高いと思うんですよね、うん、だから施設なんてなんて言い方をする人は本当にこの世からいなくなってほしい、ね、私は思います本当に。あのすごい施設に作ってもらったんです。うちの両親はほっといたら実家で確実に火事を出して死んでた人ですから、うん、その親が天寿を全うするまで生きれたっていうのは施設のスタッフの方々の活躍あってこそなんですよ、うん、だからこそその施設に対するネガティブな感情が減ってほしいなって強く思うんですけどね、うん、はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。介護施設を利用したい、でも家族や本人が嫌がる、こうした悩みを抱く人は本当に多い。答えは必ずしも一つじゃない、正解が何かっていうのはそれぞれが考えていかないとわからない部分もあると思います。でも少なくとも施設が悪いところではない、そのあたり理解する人が一人でも増えてほしいと強く思います。このおやきわ .com 公式チャンネルでは皆様からの質問ご要望にできるだけ答えていきたいと考えています。何かありましたら動画のコメント欄、 X の DM、 LINE の公式アカウントなどからお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったら、いいねやチャンネル登録をお願いします。また、公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載。おやきやで検索してください。